こんにちは、綺麗になるというチャンネルのぐんじです。アレンジしているところから見たい方はこちらまで飛ばして見てみてください。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じのスカーフを使った簡単おしゃれなヘアアレンジです。私もそうなんですけど、お家に眠っているスカーフって結構ありませんか？可愛くて買っちゃったり、誰かからプレゼントしていただいたけどなかなか使う機会がないっていう方多いと思います。ヘアアレンジに使えればいいかなと思って、今日はスカーフを使ったおしゃれなまとめ髪のアレンジに挑戦していこうと思います。私ぐらいの髪の長さでも、もっと髪が長い方でもできるヘアアレンジになっているので、ぜひいろんな方に挑戦していただけたら嬉しいです。で、首元もすっきりするので、なんかバーベキューとか海とかそういった遊びにも使っていただけるかなと思います。ぜひやってみてください。というわけで早速使うものとかヘアアレンジの解説をしていきます。ではスタート。はい、じゃあまず使うものは毎度おなじみですが、こちらのシリコンゴムです。で、このシリコンゴムは自分の髪色に合ったゴムを選んであげると、ゴムが見えてしまっても目立ちにくくなるので、そういった選び方がおすすめです。で、ちなみに私がいつも使っているのは PU バンドっていうシリコンゴムです。一回使っただけじゃ切れにくいし、量もたくさん入っていてコスパもいいので、今のところ一番ダントツでおすすめです。気になる方はこの動画の概要欄に愛用品まとめている URL があるので、そちらからぜひチェックしてみてください。で、もう一つがスカーフ。今日はなんか昔にポーランドジョーとユニクロがコラボした時のスカーフです。猫のやつ。私は今日これを使っていますが、スカーフは何でも大丈夫です。で、短めだとできない可能性があるので、少し長めのものを使ってあげてください。ちなみにこれはこのくらいのサイズです。こんな感じ。今日はこちらを使ってやっていきます。でこれを使う際はこんな感じで三角に折って、三角に折ったら三角の端っこを上に持ってくる。あとはこれを半分に折って、半分に折って、まあ、こんな感じで細長い感じにしてもらえたら OK です。あまりにも短くなければスカーフは何でも大丈夫なので、お好きなものを使ってみてください。で、アレンジする前はスタイリング剤をつけていただきたいなと思っているので、私がいつも使ってるのはルフトケアデザインワックスで、こちらのワックスです。これは私とルフトさんで共同開発させていただいたワックスになります。必ずこれじゃなくてもいいので、スタイリング剤をつけてからアレンジしてあげると髪にツヤも出たり崩れにくくなったりするので、アレンジする前はスタイリング剤をつけてからやってあげてください。ちなみにこのワックスも概要欄の愛用品まとめている URL に貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ使うものは本当にこちらで以上になりますので、ここからヘアアレンジを解説していきます。今日は基本的に前を向いて説明しながらやっていきます。もし時間がある方はこの動画を見ながら、ぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。ではスカーフを使ったアレンジをやっていきます。まずは髪を2つに分けます。こんな感じで普通に2つに分けちゃって大丈夫です。この2つの毛束を縛ります。縛る際はこの耳の真横とかじゃなくって、若干後ろ気味に縛ってあげます。こんな感じ。こちら側も縛ります。2つに縛りました。スカーフの登場です。ちょっと細く折ったら首にかけます。だいたい長さ同じくらいにしておく。縛っているゴムを1本取り外します。で、ここにスカーフを通します。こんな感じ。なるべく前からじゃなくて後ろから通してあげた方がいいと思います。こっち側もゴムを1本取り出してスカーフを通す。はい、こんな感じ。そうしましたら、このスカーフと毛束を一緒に三つ編みをしていきます。
毛束を2つに分けたら、スカーフと毛束で3つになるようにしたら、このまま三つ編みをしていきます。で、髪が長い方は三つ編みどん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 やっていっちゃってください。私は髪が短いのでこのくらいが限界かも。この毛束と三つ編みを一緒に縛ります。この時ね、スカーフの毛先も一緒に縛っちゃいそうになるんですけど、頑張ってゴムから脱出させながら縛っていきます。はい、こんな感じ。そうしましたらこちら側もやっていきます。毛束を2つに分けて三つ編みと一緒に編んでいく、スカーフと一緒に三つ編みを編んでいきます。で、縛ります。まあ、こんな感じです。で、この三つ編みを頭の後ろで交差させたら、この上で縛っていきたいので、ここだけ後ろを向いてお見せしていきます。そしたらこれを持ってきて縛ります。あ、ちょっと長さ違くなっちゃった、どうしよう。そういう時は下に隠しちゃう。このピョンって出ちゃった毛先とかもスカーフの後ろに隠しちゃえば OK。 はい、そしたらこんな感じで完成です。とても簡単におしゃれなヘアアレンジができました。で、今のところなんか根元のところとかもチクチクしないし、ギュッと締めてるし、三つ編みをしてるので崩れなさそうです。毛量が多くても毛量が少なめさんでもやりやすいアレンジかなと思いますので、ぜひいろんな方に試していただけると嬉しいです。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はこちらのスカーフを使ったヘアアレンジをご紹介してみました。首元もスッキリするし、髪もコンパクトにまとまってくれるので、どっかお出かけに行く時とか首元を涼しくさせたい方にはすごくおすすめなヘアアレンジになっています。アメピンで留めたりとかせずに、スカーフでキュッて上で縛るだけでしっかりまとまってくれるので、髪をまとめる作業が苦手だよっていう方も簡単にやっていただけると思います。で、スカーフの色とかを変えてあげると洋服とかにも合わせることができるので、いろんなものでやってみてください。はい、というわけでまた皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますので、チェックしていただけると嬉しいです。では、今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。